ねえ、これ正しの部屋のゴミ箱にあったんだけど、うん、ナイフよね。何のために買ったんだろう。切り出しだろ。工作用じゃないのか。買ったのはお前か。人の机の中勝手に見んな。何に使うんだ。何っていろいろだよ。なんか揉め事に関わってないか。顔のあざのことと関係あるのか。ない。何か物を作るために買ったっていうならこれは返す。使う目的が言えないなら預かっと。それだけ。どこで誰と遊んでる。名前出したって分かんないでしょ。高部君とかよね。高校の友達か。いろいろだ。出かけるの？ちょっと。消えた息子にかけられた殺人容疑。もう一人死んでるかもしれないって。あいつは人に何かできるような男じゃない。お父さんはただしが殺されててもいいって言うの？そんなこと言ってんじゃない。愛する息子は殺人犯か、それとも被害者か。ただしは犯人じゃない。ただ生きててほしいだけなのよ。家族の思いに涙する。バカ野郎。のぞみ